通車死ぬほど混んでたからな、グリーンにしといて正解だったよ。新横浜に着きました。こんばんは。九州旅行も本日が、11月3日文化の日からですから6日目ですね。ここは神奈川県横浜市保土ヶ谷区横浜国立大学です。九州旅行の最中に一旦ですね、神奈川県まで足を伸ばしてというわけですが、もうなんか旅行感覚なんですけど、それで大学に来まして、授業をね、今日も真面目にちゃんと受けてきました。でもね、お土産で買ってきたカステラをね、大学の中でなくしちゃったんですよね。明日ゼミナルの人に配ろうと思ってたカステラ、どこ行っちゃったんだよって感じなんですけど、自分用のロッカーとかに置いてあったらいいんですが、まあとりあえず今日は帰ることにします。また大学に戻るのはめんどくさいからね。今から向かいますのは元町中華街です。でこの九州旅行なんですが、あの東京からですね、東海道、山陽道っていうのかな、その沿線にあり、その都道府県は全部巡りながら、九州も全部7県巡っていこうかなと、まあ大体そんな感じになっておりましたけれど、東京からですね出発して、あの神奈川県はそのまんま、横浜の駅でシウマイ弁当を買って食べただけで、そのまんま通過してしまいましたので、実は神奈川県は何にも全く見ておりません。福岡県もね、実はあの久留米で焼き鳥を食べたぐらいで特に何もしてはいないんですけれど、まあでもあの一応福岡の地理は降り立ちましたが、横浜はホームの上にちょっと20秒ぐらい降りただけです。というわけですから、あの東海道のその分足りない部分はね、ちゃんとここで埋め合わせをつけるべく、今から横浜元町中華街に行って、中華街でなんか美味しいもの食べて帰ろうというのはそういうことなんですけど、なんかこんなただ大学生の放課後の寄り道じゃないかと思いますけどね。よし、これ国大のね、こういうところがあるんですよ。これでこうトン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 とこう降りていって、それはあそこに岡沢町というバス停があるんですけど、バス停から行くよりはどうしようかな、バス乗るか、バスでいいですかね。いいですか、視聴者の皆さん、これはね、一応観光ですから、もう大学に来ることも観光、旅行の一環、着替えとかも普通に持った状態でね、いつもと同じような感じで来て勉強して、また次の街へ向かう、そういうことですよ。ただちょっと今日というか、まあ昨日今日それから明日は移動距離が長くなる、まあそんな感じですよね。よし、ちなみに姫路城で昨日ね、あの夜寝台車の乗り継ぎってか、乗り継げなかったんですけど、姫路城も行きましたんで、これで兵庫県の立ち寄りもしました。の東京からの動画を全部見てくださってる方は分かると思うんですけれど、兵庫県もスキップしてましたか。神奈川県と兵庫県を飛ばしてしまったのは、これで帰りにね、また大学へ通う時に寄れるからです。岡沢町のバス停から乗る人は大勢いるみたいだな。ちょっと多いな。まあでもいいか。よし、着きました、中華街です。これの確かこっちにね、元町中華街の駅もあるんですけど、あの本当はさっきの国大のところからね、バスに乗って横浜駅行って、そこから港未来線というのに乗ってここへ来る予定だったんですが、ですね、スイカとかがどっか行っちゃいました。今私の右ポケットに発見されたんですけど、あのバスがやってくるまで見つからなかったんですね。じゃあお金払おうと思ったらね、1000円しかなくてね、で220円をどっかからこうすごい探せばこう出てきそうではあったんですけど、ちょっと次のバス停までに探すんで、それでなんとかなりませんかって聞いたら、いや今払ってください、そりゃそうだよな、すいません運転手さんってことでこう降りまして、いや1万円札も両替できますけどいいですかって言われたんですけど、こう降りちゃいますとね、人間これ心理学 の, あの言葉で一貫性というらしいですけど、一貫性をねここで発揮したがって、あのもう乗る気にはならなくなっちゃうんですね。一度降りてしまったバスにもう一度そこで乗る気にはならない、まあ、バスの出発も遅れちゃいます。そういうわけで結局タクシーで来たんですが、意外と近かったですね。あのね、横浜駅までタクシーで1500円なんですけど、ここまで2500円でしたから、まあ、そこまで、あのなんていうのかな、まあ、乗って損したという気分にもなりません。ずいぶんこれで早く着きましたしね。お昼今日はちょっとしか食べてなかったんで、もうちょっと食べたいなと思っていたところ、あ、なんだこれ、メガネケースかな、でも爆発物が入ってるかもしれないからやめとこう。昨日の夕食はね、長崎の中華名物、あれを食べたんですね。長崎ちゃんぽんの皿うどんを食べたんですが、今日はね、またそれで、それつながりで、ここで、中華街に来てますから、なかなか面白いことですよ。まあ、九州とは関係ないですけど、やっぱりなんか明治時代のね、それとテーマが似通っているような気がします。横浜もそう、明治期になってから開発をされたところで、もともと横浜ってど田舎だったんですよね。あの神奈川っていう風に言ってたんでしたっけ。神奈川という港で、その中にまあ横浜という地区があって、それが今はあのこんだけね、世界に名だたるような名前になりました。視界廊下、ここだったらね、中の撮影はいいっていう風に言ってくれたんですよね。あの視聴者の皆さん、もじゃもじゃくん分かりますかね。横浜国大のあのもじゃもじゃくんっていう理系の人なんですけど、もじゃもじゃくんがあの1回前に視界廊に来た時にここで一緒に食べたんですけど、ああそうだな、司会楼じゃない、司会楼はあれだ、間違えて、長崎のちゃんぽんの店だ、これ火星楼ですね。ちょっと高かったんだけどな。ちょっとね、さすがに一人でブラッと入るのに火星楼に入る気にはならないわけ。豪華すぎますよ。もうちょっとそんな高級なとこじゃなくていいんだ、ラーメン一杯食べて帰るかみたいな感じで乗りで来ましたんでね。ちょっとこれ冗談じゃ聞かないな。
1万円、8000円、6000円ってあるけど、8000円、まあうまそうだけど、8000円ってちょっと、そんな贅沢しなくていいよな。あの昨日乗り逃したサンライズ出雲号の特急料金が9000円ぐらいでしたかね。中華街ってすごいきらびやかにライトアップされてて、こんな綺麗な場所だったんですね。まずそれを知りませんでしたよ。単純にこの景色を見ただけでかなり満足していますが、さすがにお腹は膨れません。横浜市に住んでりゃ中華街に来るかって言うと、まあ来ませんよね。こういうのは当たり前のことなんですけど、意外とね、なんですか、あの姫路城の方が中華街よりもいっぱい行ってたりとか、そんな始末ですんで。前に来たのは去年の10月から1年ぶりですよね。うん、そうか、またあと1年ぐらいは来なさそうだから、ここを歩いててメインストリートのところでなかったら、少し脇のところに寄ってね、あのラーメンかなんか食べてってもいいですけど、やっぱ火星楼に行くかな。まあ、いろいろ考えましたけどね、いいもん食べて帰ろう、やっぱせっかく来たんだから変なよくわからん店に行って、うん微妙だったななんて思うんじゃない。それじゃ中華街に行きたい意味がありません。そんなんだったらバーミヤンの方がいいと。意を決してね、じゃあ今夜の食事には1万円ぐらい使うぞと思ったんですけど、あの1名様はコース料理の受付はしてないんですよね。あちらへおいでくださいと。こちら火星楼お土産店の方へ行ってほしいんです。お土産店と思ったんですが、新館になっておりまして、かなり名店みたいですね。ここだったらば普通の食事ができるそうです。じゃあいいか、ここで5000円分ぐらい値段に糸目をつけずに食べれば、かなり幸せな思いができそうですよ。でも大体ね、1品ずつ頼むってことをやるとついついケチっちゃうんですけど、お、やっぱりいい値段がするんだな、すごいな。こちらでもね、撮影許可はいただけました。高級中国料理、反対字で書いてあります。火星楼さんです。これは後ででいいのかな。やっぱ普通に高いのは高い、間違いないんですね。ただ量はどのぐらい来るんですかね、それが分からんな。ラーメンみたいなやつが2000円とか、まあそんぐらい値段がするのはいいですけど、せっかくなんでね、確かエビってジャーって言うんですよね、中国語で。あの調整とか一応私も練習しましてね、中国語の成績は常に良かったのです。多分中華料理の常識なんだろうな、2人前からなんですよね。1人前というものが存在しませんから。特製チャーハン、これにするか。これとそれからね、あと何か一品頼むとちょうどいいと思いますよと教えてもらいました。なるほどね。じゃあ特製チャーハンと酢豚にします。いや本当に美味しかったですよ。ちょっとさっきまで他のお客さんがいたんで喋れなかったんですけど、チャーハンに刻まれたその中のチャーシューからは無限の深みを味に感じますし、あとこっちもね、この酢豚も、ここから今酢豚の香りがしてるわけですけど、この肉からはね、こうなんかふにゃふにゃしてるのが酢豚の肉というイメージだったんです。それは三流の酢豚しか今まで知らなかったんですね。外側はサクサクして、中はいわゆるジューシーで、しかも酢豚らしい味がすると、最高の酢豚を食べることができました。あまりにも素晴らしかったので、杏仁豆腐もお願いしました。いや満腹だよ、もう食べられません。さすがにちょっと量が多かった。でもこれが中華料理のあるべき姿、古典的な中華料理の出し方のようです。よし、ジャスミンティーも出してもらってね、かなりこれもまた美味しくいただきました。いつも大学で飲んでるあのジャスミンティー、ペットボトルの 500ml のジャスミンティーとは違うよ。まああれも美味しいですけど、やっぱりなんていうのかな、これも底知れの奥深さがこの中に秘められています。美味しかったらこうやって買えるらしいですね。これで正しいのかな。中華料理レストランのその作法ってのはよくわかりません。まあ、もっとも洋食レストランの作法も全然知らないんだけど、中の客層ですけど、なんだこの金持ちそうな、見るからに金持ちそうな太ったおじさんはみたいな、あのなんですか、あの昔の風刺画に出てくる資本家みたいな感じの雰囲気のね、あの中国人おじさんとか、それからあの柄があまり良くなさそうなギャーギャー大騒ぎをしてですね、まあ酔っ払ってるのかもしれないけど、そういうスーツ姿の、あのおじさんたちはそんなんばっかりでしたけど、あんな人間でも接待する価値あるんだなみたいな、このね柄の悪さというか品の悪さ、私の方がまだ品がいいわみたいな自信がありますよ。あんなんでこんな火星楼で人の金で食事なんていい商売してるよな。
ちら思っていたよりは安く5800円で済みました。まあ済みましたというのか分かりませんけどね。私もなかなか自分の食事に5000円も使うなんていうことは、まあまず普段本当にないわけですけど、これ冗談抜きにないんで、私の中ではかなりもう稀なことをやってるんですが、ただともかく8000円ぐらい使うと思ってたんですが、余った金でちょっと遊んで帰るか、余った金っていうか、そのなんていうの、余った予算でね、せっかくですからみなとみらい21の方も行きましょうね。横浜ですんで、あれ元町駅、中華街駅はどこですかね。元町駅っていうか、まあ元町中華街駅なんですけど、確かこの楼門の近くにあったはず。あ、そうそう、昔の横浜って言ったらこれですよね。こんな感じのとこだったわけですよ。田舎ですよね。てか、まあ当時は日本中ほとんどの場所が田舎だったと思いますけど、昭和の中頃ぐらいまでは。元町中華街の駅はこのような独特な構造で有名です。これ天井が汚れてるのかと思ったら、そうじゃなくてこんな感じで船の絵が描いてあったんですね。これ2つ先かな、港未来の駅まで行きまして、観覧車でも乗って帰ろうかと思います。なんだあの緑の座席は、あんなの初めて見たな。港未来の駅に到着。この駅も近い駅です。ここは不正乗車の名所です。不正乗車割増の運賃をいただきます。これですね、あの港未来線って、まあ、つまり何ていうんですか、定期 あの入ってないところまで逆区間にこう進んで、それであの反対側の列車にこう乗り換えて、あの横浜からのお客さんがですね、一旦逆方向に進んで、で逆方向だったら空いてるんで、そこから空いてる列車に乗ってまた横浜を通過して帰るみたいなことをやるんですけど、それ不正乗車なんですね。自分の乗車券の区間に入ってないところに乗ってるわけですから、完全に不正乗車。そうなると3倍運賃、定期は回収されます、どうこうということがここに書いてあるわけです。もう具体的なやり方までですね、ここにこう列挙して、これをやったらあんたダメですよということを言ってるわけです。ガサ入れとかもやってるんですかね。観覧車って結構遠いんですね。めんどくさいな、あそこまで行くのか。神奈川県っていうのは実際ね、こんなのはもう本当に横浜みなとみらい地区の歩いてだって回れるような一部分でして、残りの大半のところはね、別にどうということはないわけなんですけど、まあ神奈川県横浜っていうと、これをイメージされる方が多いかなと思いますんで、それをね見て帰るのもまあそれはいいでしょう。ランドマークタワーがあちらにございます。黒もこのよう、雲、黒じゃない、雲もこのようにこうぼんやりとね光ってて、雲は空が夜でも明るいっていうのが大都会のね特徴だと思いますよ。これはもう大都会のなんていうの、必須条件という言い方の方がいいかな。すごいですよね。自分で見ててもすごいと思うな。こういうところっていつ来てもすごいと感動しますよ。毎日だって感動できますと思ったけど、観覧車終わってたし、それからここに業務目的の無許可での撮影って書いてあって、 YouTube ってなんかね、一般的にこういうところで業務目的とあんまり見なされないらしいことは聞いてるんですけど、でもまあ私としてはいつも散々業務だと言ってるので、やっぱこれ撮らないで帰ろうかなと思います。うん、多分こういうのね、結構ほんと微妙なところでやりづらいんですけど、あのダメって書いてあることはね従うことにしてるし、まあ、それからそもそも観覧車終わってるんで、あれ今言いましたっけ、今言ったかどうか覚えてないんですけど、もうね8時で終わってたんです。今もう9時ですから、じゃあいいや、まあ大体みなとみらいがこういうところですよっての分かりましたんでね、あのランドマークタワーの方もこれもここですね、こう見るとこう立派なもんですよ。これ昔確か日本一高いビルだった時代があったんですね、ランドマークタワーって。確かそんなだったような説明を昔した記憶がありますよ。信号変わるのを待ちたいところなんですけど、これね押さないと変わらないやつなんですね。あの車が行ってから押してあげるか。うん、綺麗だな、建物の明かりって。これも立派なもんだよ。噴水とかね、その宝がスターバックスとか、この木に施された電飾、こんなんでも立派だと思うことができます。これやっぱり電気の力ですよね。まあ、横浜のご紹介はこんぐらいにするか。そしたらまあ元々の主題は中華街でしたし、余計なお金を使うこともなくてよかったんじゃないかと思います。これクイーンズスクエアっていうのかな、この建物の中もね圧巻ですから、ぜひ入ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。これ新宿まで行こうと思うんだけど、ちょっとね列車がすごい混んでたんで、これ一旦逆向け行って合法的不正乗車をしよう。また元町中華街の駅に帰ってきましたけど、つまり何をするって、別に不正乗車なんか1ミリもしないんですけど、ここまで来て普通に切符買って、あのお金払って、もう一回電車に乗りゃ、そしたらね間違いなく座れると、そういうことです。グリーン車に乗って帰るよりはお得だと思いますよ。200円ぐらい払えば座って帰れるんだからね、悪いやり方じゃないと思います。グリーン車だと770円ですからね、それが300円になるのが大きいですよ。じゃあ、今日はここまで。明日また明日の夜にこの横浜をもう一度立ちまして九州へ帰りますから、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。